どうもーゲームマーケットがお送りするゴージャス動画です。今日はなんと、初心者応援パックを引かせていただきまーす。サニーでーす。サニーなんかずっと我慢してたんだって、そう、引かないでねってずっと言われてたことをずっと待ってたの、我慢して。でもなんかちょいちょいこう、ハロウィンとかも、なんか一回引いたんだって。こうハロウィン風でさ、ちょっと浮かれてるでしょ、この格好とか。浮かれてる、浮かれてるってどういうこと？この帽子とか、まあ、賑やかだね。そう、賑やかな気分なのは、ちょっとこの間ね、オーブが溜まったから、引いたの、ハロウィンガチャみたいな、ね、散々言ったよね、引いちゃダメよって、うちで引いてねって言ったけど、もうたまらず、ちょっと一回、そう、一回だから、何でも引くとかじゃないし、引くわけじゃないから、一回だからって、まあ、当たんないかなって思って聞いたら、茨城さん、っていう方がいらっしゃって、うちに、そう、それで、あって、でもこれ手放せないなって思って。一回で一回で出たの？一回で出たの。だから、あ、一回出るんだって思ったの。もう一回聞くよ、一回で出たんだ。一回で出たの、出たのね。だからもう一回引いたの、もう一回引いて、そしたら全然やっぱ違うこと。今収録前の話だと一回しか引いてないって聞いたけど、もう一回引いたんだ。そう、あの、オーブが溜まったからもう一回引いた。もう一回引いたのね、すぐね。そしたら、そら、なんだっけ、なんか、知らない人だったな。なんか、なんだっけな、まだ覚えてないんだよね、その子のこと。ただ、その子のラックは結構高いものになってる。だん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 ね、集まってきて。ごめんよ、くらげ。いやいやいや、ごめん。いや、まあまあ、あの、ね、ほんとガチャ引くときはうちでやってほしいし、あの、くらげもね、その茨城同士、アルファ、そうそうそう、持ってんだけどさ、何回やったかもう記憶もないぐらいたくさん引いたよ。そうなんだね。でも1回で引かれちゃうとさ、なんかもう、いや、私もまさかと思ったよ。だからもうこんなやってちょっと浮かれちゃってるんだね。そうか。そう、それで、気を取り直して、初心者応援パックを、我慢に我慢を重ねて初めてやるということで。そう、やったー、やったー。いやー、これね、さゆりんね、超嬉しいよ。星6確定ですからね。いや、もう、もう絶対いいやつが出るってことですよ。いや、もう絶対星6なんですよ。あ、ほんと、わー、ね、欲しいのがあるの。朝でしょ。そう、朝、一番大きいから、一番絵で大きいから。朝が出たらどうする？朝が出たらね、とにかく、まず踊るでしょ。踊って、そう、そう、それで神に祈りを捧げるかな、アーサーだし。なるほどね。そう。わかりました。じゃあ弾いてみようか。弾いてみる。うん。龍馬も狙ってるから。なるほど。いいじゃないですか。はい。では。じゃあ、もう今画面出てますね。こちらね。はい。こちら早速じゃあ弾いてみましょうか。はい。早速弾いてみましょう。ね。はい。そのまま行く？いや、なんかさ、やっぱり、さゆりんらしさで、まあ、まだこれ押したらすぐは始まんないから。あ、そうなんだ。さゆりんらしさのスタートでこう、まあ、弾いてほしいかな。よし、お、お、お、ちょっと時間これかかるやつか。あ、これかかるの。そう、パワーが今手に宿ってる感じ。そう、お、気候を作ってるから。練ってるんだ。そう、今練ってるよ、チャクラを練ってるよ。チャクラ練ってるんだ。大きくなった、ちょっと。あ、ね、ちょっと熱くなってきたかな。どう、時間かかるこれ。5分くれるかな。まあまあいいでしょう。じゃあ待たせるも悪いからこのくらいですが。おおお、入れますよ。はい。あ、入った。画面が変わったから入ってないよ。やり直しだね。やり直しだね。まあとりあえず初心者応援パック、あ、ご補正も必要じゃないですか。あら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 、そうだね、初心者ご、そう、じゃあなんか売却しちゃいましょう。そうだね、売却をしちゃうよ。さあ、じゃあまず入ろうか。まず一回入っちゃって大丈夫。一回入っちゃおう。はい、こっからです。うわー、すごい楽しみだった。さあ、
やっぱね、朝出してね、さゆりんの踊るところを見たい。私も踊りたいよ。それでは、うん、弾くよ。行きましょう。うん、おお、チャクラを入れてガチャル。きた来た。よーし、入ってる入ってる入ってる。ふぅふぅ、アーサーアカリオマ、アーサーアカリオマ、アーサーアカリオマ、いきます。サユリはまぶしたりとかはしないの？特にまぶしたりはしない。なるほど、いけ。よし、おお、誰？タンポポ。タンポポさんの進化です。の進化。おー、ありがとうございます。強い子。強いです、タンポポ。僕もよく使ってます。やった、ありがとうございます。ちょっとね、踊ることはできませんでしたね。そう、でも新しい、キャラクターいらっしゃいだね。うん、即戦力になってくれるでしょう。うん、もうね、タスも振ってあるしね。振ってあるし、うん、レベルもそこそこ高いし。はい、レベルもそこそこ高いしね。なんか、なんだろうな、この、ん、私ね、龍馬が弾けるって思ってたんだよね。うんうん、だから、テンションがおかしいことになってるんだけど、ちょっとテンションがずれるよね。そう、そう、ずれるけど、うん、あのね、嬉しい、嬉しいね。16が手に入ったんだもんね。よかった、うん、やった、ありがとう。さあ、じゃあですね、さらにこのね、うん、まあ、いい感じの流れで、はい、早速、まあ、ユーザーの皆さんに見せるのが、うん、多分初めてになるのかな。うんうん、今期間限定で来てます、はい、フランケンビリー。あ、行きましょう、フランケンビリー。 ね、こちらのちょっとクリアを、うん、ユーザーの皆さんにお見せしましょうよ。そうですね、うん、フランケンビリーは結構難しいクエストにも連れていける、うん、いいキャラクターらしいですね。うんうん、だから、ね、ぜひぜひゲットしたいところですよ ね、うん、まあ、なので今回もね、うん、クラゲもそうだけれども、うん、スタッフのおいちゃんと、うん、それからスタッフのタン君、うん、入って4人で、はい、クリア目指しましょう。はい、やりましょう、はい、頑張ろう。へいへい、イエーイ。はい、ということで今来ているビリーを4人で倒しに行きます。よいしょ。よし、では早速、うん、スタート。始めるよ。オッケー。呼吸を整えてますね。司令の森の狂犬、うん、開幕メテオが来るんですよね。あ、いきなりドドドンと。そう、32,000の。これはもう洗礼ですな、洗礼。なので、うん、とにかくこのトリケラトプスちゃんを怒らせないように、うんうん、あんまり当てたくないよ。のではいはい、友情コンボぐらい。なるほど、怒ってないかな。怒ってるかな、うん、怒ってますね。痛いね。これですね、懸念してたのは。懸念してたやつのそのままになりましたね。なるほど、まあ大丈夫でしょう。大丈夫かな、うん、問題ないっすよ。うん、うん、大丈夫でしょう。うん、いけそう、ここは。で、これタン君が全部ハートも回収して帰ってきてくれるから。うん、回収するよね、回収するよ。おお、ジャイナカシだね。うん、でも回復してよかった。うん、よし。さあ、重力バリアもね、発生してます。雑魚を優先で倒す。そうね、うん、丘に当たりましょう、とりあえず丘、うん、上に、上から回っていった方がいいです、うん、で顔もちょっと上に見せてね、顔もね。あー、うん、そうだね。丘に当たらない結局、姿勢だから。そうだね、うん、さゆりの可愛い顔を画面に見せないといけないから。照れるんじゃないよ。言われ慣れてないからって照れるんじゃないよ。ね、ね、あからさまなんだよ、さゆりんの照れは。
やっぱ照れちゃうでしょ。照れるよ。タイリン可愛いよ。うるさいな。あ、俺だ。そうそう。ねえ。おお、重いね。お。当てとけばよかったね、友情ね。あー、重力バリアが引っかかったんだね。そうだね。まあまあそんな痛くないからね。うん、痛くなさそう。殺意竜はやっぱり攻撃力高いですね。攻撃力本当に高くて、この子のおかげでモンストにハマれるきっかけになったかな。なるほど、いろんなクエストに連れていけるから、うん、そう、無難に連れていける気がする。うん、かっこいいんだよ。そうなのね。波動拳って言ってくれるのは嬉しい。うん、 SS もまたかっこいいんだよね。そうなの、そうなの。セレクショットな。あれなぁ、チュンリーとか欲しかったなぁ。ナイス。まあ、タン君がハートと、うん、ハート取りつつも倒してくれるよ。うん、ほら来た。ナイスナイス。お、時短も来てるよ。ね、タン君もね、今いつになくちょっと緊張した面持ちだったよ。丁寧にやっていらっしゃる。カメラ、これはスキル貯める感じにしますか。どちらでもお任せしますけど、サユリン結構貯まるからね。いいっすよ。いい？じゃんじゃんやっちゃって。うん。うん。ほら。イエーイ。すごい。強い。熱い強い。属性も合ってるっていうのもあるんだね。そうだね、属性が合ってた。うん、属性？さっきのカメさん。木に対して火。うん。あれ殺意竜は闇です。闇。いやほら友情コンボ。あ、友情コンボ。うん。友情コンボもあるでしょ、属性。友情コンボ属性もあります。うん。わ、おめでよ。すんごく痛いのね。痛いよ。ものすごい痛いんだね。とにかくトップスの。トップスを先やった方がいいってことかな。もう寝ておくら私、まあ、できれば先にあの犬を倒したい。あ、犬を、ビリーさんを倒すんですね。あ、いや、そっちじゃなくてあのライオンみたいな方の犬を。あ、左上と左下。あ、なるほど。これは上から回って殺意竜通って、ウォッカ殺意竜って通ってウォッカに当たるのが一番いい。ウォッカ殺意竜ウォッカ。おお。上に向かって打ってかけたんです。逆 V で、逆 V、これか、うん、なるほど。おお、いつになく緊張の面持ちでやってたよ、ハン君は。くおー、これも結構危険じゃないの、おいちゃん。ここで本当は SS 打ちたかったんですけど、ちょっと厳しいですね、位置的に。カーンでやる。うわー、いや、もう全員に当たりながら。そうですね、そんな感じで。おお、よっしゃー、オッケーですね。とりあえず窮地は出した。うん、よーし、よーし、はいはいはい。さあ、ここはここも友情を、とりあえずウォッカーがいるんでウォッカーに当たって、であとは戻っていきますか。どの道ウォッカースピード遅いんで止まっちゃうんで。なるほどね。うん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 。おお、はいはいはい。あ、だだ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 だ。おお、痛いよ。さあ、じゃあタン君がまたハート取りつつハート取り舞台になってる ね、 ね、タン君ね。毎回そういう役回りだね。おお、貫通だし、行きやすいもんね。ね、多分終わらせてくれるよ。うん、あ、大丈夫です。よし、来た来た、ねえー、今のはね、ちょっとリラックスしてできたみたい。おお、リラックスしてたさあ、おいちゃん、ここはあ、もう打っちゃいましょう。あ、もう打っていいんだ。弱点に向けて一回右壁反射させた方が弱点に当てやすいです。右壁反射、
こういうこと。もうちょっと下げて大丈夫です。もうちょい下げ。もうちょい。もうちょっと。もうちょい。もうちょっと。これ。OK です。死と共に。OK です。おお。見えてるんだ、おいちゃんは。ね、目は細いんだけどね。いやいや、伝わんないですよ。見えてたよ、うん。さあ、さあこれ雑魚も結構きついよ。うんうんうん。まあでもウォッカ当てかな。そうですね、ウォッカ当てが一番いいから。もうこれしかないね。おお。あ、いたたたたたた。痛いね。ここはハート取りつつ全員に当たる感じだったら問題ないです。なるほど、もうこんな感じ。そうですね。きた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 。あとちょいだ。アポロも相性いいですね。いいですね。どうしようか。そしたらサイリンさん全員に当てる感じで。そうしたらあった、とりあえずウォッカ2匹に当てるイメージで、うんうん、横でカン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 と。おい、そしてさすが、やったやったやった。サイリン、いいよいいよいいよ。サイリン、うん、かわいいよ。そう、お、ボス、ボスディステージね。ボスですね。うん、さっきからボスはボスか。はい、ちょっと凶暴化してるね、狂い出したね。うわ、洗礼きましたね、これ。おいちゃんどうしましょう。まあ、ウォッカに当たるしかないですよね。とりあえずこれっきゃない。ビリーを、まずビリーをとにかく。あ、オッケーですね。あたたたただよ、これ痛いよ。さあ、アポロどうしますか。とりあえずウォッカ2匹に当たりたいんですけど、次のターン回復来ないと厳しいですね。ねえ、うん、左壁反射からのウォッカに当たる感じで。なるほど、横でカンカンカンと。そっちは右ですな。左から行きたかったんだね。あーおほほほほ。もう申し訳なさそうな表情をしてますよ、タン君が。頭下げてるよ、タン君が。ただでも、うん、あれ、うん、今のだタン君もうまいこと当てたとしてもだよ、うんうんうん、結構結局回復がないと、うんうん、おいちゃん今のはきつい盤面だったよね。きつい盤面ですし、まあ、うん、仮に、うん、ホーミングがうまいこと動いてトリケラトプス倒したとしても多分、うん、ビゼラに削り取られてましたね。そうだったんだね。まあ、今、やっとこせこう、ハートが2個出たけどさ、うんうんうん、やっぱハートが出るタイミングってのもこれあるね。なんかあるね。やっぱり友情をいっぱい当てていった方がハート出やすいとかあるんですかね。単純にヒット数と、うん、あと、運ですね。運、あの、うん、ラックの方の運。あ、そっちなんだ。運極がいると出やすかったりするらしいです。知らなかった。じゃあ、運極ってすごくいいことなんだね。ねえ。運極持ってないなぁ。結構テーマだもんね。そう、テーマの運極持ってないと運極を作りに行けないからね。ねえ、いやー、しかし、まだまだ難しいですな。まだまだ難しいね。これはまたチャレンジかな。そうだね、うん、まあちょっと期間があるからね、またやれるかどうかは分かりませんが、うん、はい、まあおのおのちょっとまた精進して、はい、ね、精進して、うん、もう一回ね、そのタイミングあったらチャレンジしましょう、うん、行きましょう行きましょう。はい、はい、ということで、あ、クラゲ今日はいかがでしたか。いやもうほんとね、うん、サユリンがね、うん、初心者応援ガチャでさ、うん、まあタンポポさん、うん、踊りは見れなかったけれども、うん、新たなね、うん、キャラクターが入ったし、うん、力になると思う、うん、かなり。まあなんて言ってもね、うん、可愛かったから。かわいそうね。かゆいよ。なお
慣れてないんだから、ね、あまり言っちゃいけないよ、よそのまにね。はい。はい。ということで、ゴージャス動画では、うん、チャンネル登録を推奨しております。よかったら皆さん、登録してくださいね。はい。ということで、うん、また次回お会いしましょう。おい、うん、バイバーイ。はーい。お疲れ様でした。いや、踊り見たかったわ。ねえ、私も。小踊りだったらどんな感じなの？小踊り。小踊り？うん。さっきの。うん。やった、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 やったかな。やったかな。あの、大きい踊りだと、まだ全部覚えてないけど、うん。あるんだ。4人で踊ったやつかな。へぇー。4人で。ほら。よきたんとさ、うん、よきたんとマリンカちゃんとエレガンス、おー、エレガンスをダンス、まだちょっと覚えてないんだけど、まあ、それ踊りたかったな、うん、もうすぐね、うん、ちょっと噂では、うん、PV が出来上がったの、皆さんにお見せすることができそうな、一番すごい発表だった今のみたいですよ。楽しみね、お楽しみに。うん、だね。はい。はい、バイバイ。